妻にこう週末どこ行きたいって聞かれるたびに、うん、森に行きたいみたいに答えてて、そういう話してた時に妻が、まあ、移住ツアーの話を持ってきてくれて、で参加してみたらこういう暮らしもちゃんと世の中にあるんだっていうところで、そこからはもう一気に移住ツアーで出会った高知県の職員の方にしてもそうですし、レジェンド移住者って呼ばれている I ターン U ターンで来られた人たちっていうのが、まあ、すごく楽しそうに地域の活性化、地方、いわゆる地方創生に取り組まれていて、この明るくこう戦っている人たちと一緒に楽しく仕事ができたらなっていう気持ちになって、それで高知がいいなというふうに思いました。私はその東京のお菓子の会社のマーケティングの仕事をそのまま、継続してやっています。なんで普通の、会社員の方と同じように、9時半から18時までお家で PC に向かい合いながら資料を作ったり、あと、まあ、1日の2時間3時間ぐらいは東京の同僚とテレワークのシステムを使って会議とかもやっています。ほとんど東京の働き方とは変わらないなという印象です。仕事する時なんですけれども、私はマーケティングでかなりいろんな幅広く情報収集をするんですが、その時にこのオーテピアをものすごく利用していて、ここにビジネスサポートという仕組みがあって、司書さんにこういう情報を知りたいんだけどっていうふうに投げかけると、こんな情報ありますよっていうのをいろんなデータソースから調べてくださるんですね。すごく自分の視界の幅が広がるというか、本当に素晴らしいサービスだと思います。東京の課題と地方の課題ってもう全く真逆なんですね。東京にいた時はものすごく多い人口の中のたった一人っていう感じだったんで、自分が住んでいるところのために何かできるだろうかっていう効力感みたいなのは全くそんな思想さえなかったんですけど、すごくコンパクトな都市で、かつ課題が結構日々目の当たりにできるとか、例えばその空き家の問題だったりとか、あとは過疎化の問題だったりとか、そういうのがすごく自分の身近な問題に感じられるっていうのが日々あって、せっかく高知に移住したんで、そういう意味で役に立てるような貢献ができたらいいなっていうふうには思ってます。すごく自然と暮らしやすさのバランスがすごく取れてるなっていう印象はあります。特に高知市はすごくコンパクトな街なので、自転車で15分ぐらいでとても自然豊かなところに行けながらも、同じく自転車で10分かからずに市内の方にアクセスできるっていう利便性も兼ね備えているので、とても暮らしやすいです。僕が高知県でいいなって思ってるところって、まず天気がいいっていうところ晴天率が日本のトップ4が、全部四国4県になっていて、で、すごく県民性がおおらかで明るくて、ちょっと大雑把みたいなところもあるんですけど、でもそれが僕は気持ちが良くて好きなんですね。住むところを決めるのってやっぱりこうなんか合理的に決まるもんじゃない、やっぱご縁がすごく大事だと思うんですね。なんでご自身で高知いいなっていう直感がもしあったんだとすれば、それを大事にしてこう、実際に何回か足をやっぱり運んで見て、その特に移住ツアー県が主催してくれてるやつは、その本当に地元の方と触れ合える機会がすごくあるんで、実は東京の友達とかにもまずは移住ツアーに参加してみたらいいと思うよっていう話はしてますね。仕事がとてもね、ボトルネックになると思ってるんですね。でそういう中で私も当初は仕事辞めてこなきゃいけないのかなっていうふうに思ってたんですけど、会社に相談したところ、会社側も、もしよかったらちょっとテストケースだけれども、会社の仕事リモートワークで続けてみないかっていうふうに言ってもらえたことがあるので、そんな交渉もあるのかなと。最初から諦めないで会社側に交渉してみて、それで移住されるっていうのもありかなと思います。